しました？それでは。なるほど。それで俺っちが呼ばれたってわけか。お願いします、アルゴさん。確かにテイムしたモンスターをパワーアップするクエストは存在するよ。その中には特定のモンスターをテイムしていないと始まらないものもある。それじゃやっぱりビンゴと言いたいところだけどね。ホローエリアとなると確信はないな。ことなんて知ってる方が珍しいだろう。それこそキーボーくらいしか信頼できる情報ソースはないからね。そうですか。それにドラゴンとなるとかなりの危険が予想されるよ。ホローエリアの敵は未知数だしな。まあ今回は確定情報じゃないし無料にしておいてやるよ。何か分かったら教えてくれよな。ありがとうございます、アルゴさん。いいってことよ。えた。しました。さあ、キリッ。キリトさんが見つけたドラゴンの扉がここにあるんですね。なんだか緊張します。ようこそ竜の前へ。竜の眷属を率いし者たちよ。もしかしてあの噂は本当に。そうですよね。強大な竜の魂を求めるのならまずはその力を示せ。お前たちの力は示された。ならば、竜の魂をここへ蘇らせよ。さあ、その竜の亡骸に、眷属の血を捧げよう。さすれば、竜はよみがえり、お前たちを主と認めるだろう。ひどい。今までずっと一緒だったピナを犠牲にするなんて。そんなこと絶対にしません。ごめんねピナ。こんなところに連れてきて。大丈夫。私は絶対にピナを生贄にしたりしないよ。どうした？竜の復活を望まないのか。よかろう。ならば竜の魂は再び眠りにつく。キリトさん、すみません。やっぱり噂は噂でした。ダメですね、私は。主と竜の深き絆、しかと見せてもらった。この絆は、竜の新たな力を目覚めさせる。行け、その絆を失わぬよう。絆を失えば、力も失われるだろう。ピナ、どうしたの？ピナが強くなんだか試練と言われても実感が湧きません。ピナを犠牲にするなんてありえないし、私は当たり前のことをしただけなのに。忘れたりなんかしません。私はピナとずっと一緒だから。